皆さんこんにちは、サチです。インスタグラムのねリールとかでめちゃくちゃ流れてくるこの動画見たことありません？おはっぱい、どこでメイクしてんねんって感じなんやけど、これね、あのインスタとか YouTube とか見てても CM で流れてくんのよね。 CM なのかリールなのか、この謎の動画が流れてきてめちゃくちゃ気になって調べたんですよ。そしたらなんと Amazon に売ってました。でこんな感じで売ってたんだけど、届いたのがこちら。あれ FV って書いてあったけど、これ V しか書いてないんだけど、どういう意味？どういうこと？デザインがリニューアルされたの。ただ鉱山ツバメの巣が使われているファンデーションみたいなことが書いてあって、どういう意味？でこちらも翻訳してみると、まあ、一応、まあ、同じような感じでね、巣が使われてる、鳥の巣が使われてるっていう風には書かれてはいるんだが、若干デザインもちょっと似てるけど、どうなんだろう。そんなこんなで。一応ね、まあ、デザインがリニューアルしたのかな？そうではないのかな？ちょっとそこはわからないんですが、とりあえず使ってみたいと思います。で、ちょっと自然な肌色、自然色って書いてある方を使っていきたいと思います。お、とにかく、ちょっと動画でやってたみたいな、こんな感じですけど。お、お、これぐらいちょっと、水にね、なんかあの、溶け出さないよみたいなことが多分伝えたいんだと思う。でも実際こんな感じ。うん。全然水の中に溶けてないね。すごい。ファンデだけ取り出せた。ちょっとこれをね、塗っていきたいと思います。わあ、でもすごい、量も多かったんやけど。あ、ちょっとでもね、あの、独特な香りがする。あの、なんて言ったらいいんだろうな。あの、新しい、家電製品みたいな匂いする。なんやろな、これは。でも、カバー力ときたらすごい。一体、ツバメの巣は何に使われているんだろう、あの子たちは。あ、ちょっと待って、あの、テレビとかスピーカーとか新しい、家電買った時の匂いする。あ。あのね、よく言えば生のお花のような草みたいな匂い。だけど、一歩間違えたら新しい家電の匂い。ちょっと植物性の苦手なタイプの森林の匂いみたいな。私が苦手なタイプの。ただカバー力、すっごいね。うん。すごい。めちゃくちゃすごいですね。うん、やっぱコンシーラーみたいな感じ。
これ匂いがちょっと苦手やな。でもこの匂いがなければ結構私いいかもしれへんと思ったけど、さあそれではですね、アベンヌウォーターでもうシャワーバーって浴びたらいいんだろうけど、さすがにそれは動画にするのが難しくて、めちゃくちゃ顔濡らしてみました。どう？結構結構落ちてる。なんなんマジで。顔が臭い。ちょっと苦手な香り、苦手じゃない人もきっといると思う、この匂いは。私が、特に個人的にすごくこの匂いが苦手っていう。というわけでね、うわっ。皆さん、でもこの匂いが苦手じゃない人にとってはすごくカバー力が高いと思います。ただ水にそんなに強くない。動画ほどはね、動画ほどではない感じですね。うん。というわけで、ものすごく皆さんいかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 Amazon に売っています。私がこの匂い苦手って言った匂いがどんな匂いなのか、ちょっと気になるなっていう方はぜひ購入してみてください。結構こういう匂いの系のシャンプーとかもあるんですよ。車の芳香剤とかもそうだけど、好きな人は好きです。嫌いな人は嫌いだと思う。ただカバー力は なんか水浸しにしなければ全然カバー力は良かったと思う。ただごめん、本当に匂いが香りが得意ではなかった。というわけで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。うわ